ドンと。おはようございます。アナゴでございます。ちょっとね、芸術風にやってみました、今朝は。もっと雨降ってるかと思ったんで、ちょっとね、GoPro だけでビビってきちゃいましたが、雨は、ちょっとたまにパラパラっと来る程度で、ですね。はい、で、潮がですね、非常にいい感じでこれから始まりそうって感じで、ちょっと魅力的なスターティングイレブンですね。結構いい感じなんですよね。少し潮がちょっとだいぶクリアになっちゃったかなって感じは少ししますけど、ちょっと 15% ぐらい、あ、10% ぐらいですかね、少し潮が落ち着いたかなと、クリアになったかなっていう感じです。はい、水温計見ていきたいと思います。竜王の釣りで釣れました。今朝は釣りする前から疲れてるっていう。はい、24度ですね。やはり24度で、水色はこんな感じです。だいたい50センチ60センチからも怪しいかなって感じです。見えなくなってくる感じです。よし、今日は最初はですね、パワーブレード、それか手前のおとなしい流れの緩いところとの境目をシャルダスとも思ったんですけど、沖にね結構いい流れが発生してるんで、そこをまずパワーブレードでやってから手前は攻めたいと思います。そして今日は指いっちゃってるんで、人差し指が案の定、これですね、ちゃんと指があるやつ、ちょっと降ってきましたね。やっていきたいと思います。お願いします。PB13 です。あ、時刻の方は7時52分、6月14日、心拍数101とやってきます。暑いな、やっぱり雨降ってるからね。レインウェア着てきたんですけど、ちょっと暑いですね。反則を取ります。まずはちょっと緩い、緩い、ちょっと緩い。 OK、 巻いていきます。無風っすね。本当に風がないっす。珍しい。ちょっとここ最近の中では、まあ、雨が降っただけあって湿気がありますね。おお、プチライズですね。でもな、正誤クラスですね。でもこの手前の欠け下がっていってる岩のところに絶対いるんですよ。だからそれをシャルダスまでやらないで、もうちょっとこのパワーブレードでちょっとね、探っていきたいと思います。ちょうどこう波がこうぶち当たって、そこは巻き上がっていい感じになってると思われる駆け上がりをずらーっとこう斜めに上げてくる感じですね。パワーブレード、この波の波動とともにで、乱れてる海底の中で食ってくれたらラッキーみたいな、光でちゃんと誘って、だからちょっと波待ち。はい、いいでしょう、行きます。あ、もうぶつかった、早っ。これ波が来るとね、波の音を拾っちゃって僕の声を拾わなくなるんですよ。やっぱり大きい音順に拾うんで、僕の声も張っていかないとダメなんですよね。負けちゃうんですよ。もうちょっとシャローで、あんま沈めないで巻いてきます。だけど竿の角度をちょっと横にして、パワーブレード13だったら
なんとか行けると思います。あのそこにあんまりガリガリ行かずに行った。私ダウンでも入れてみます。結構ね、ファイブフィンガーにすると意外とここが守られるのはもちろんなんですけど、このラインをリリースする感覚というかタイミングが全く変わるんで結構難しいんですよね。どうしよっかな、すげえ釣れそうなんですけどね。あーうわめっちゃ飲んでる。あの稲っこっぽい、13、4センチありそうな結構大きめなの丸飲みしましたね。すげえ、まあ丸飲みするんですけど売ってのは。どうしよう、でもあそこにすげえいい波ができてるのですよ。しようかな、悩みますね。あーすごい、ウガ2匹3匹そんだけベイトが豊富ってことなんでしょう。あそこまで届かせられるシンキングペンシルちょっとね入手したんで、まあいっぱいある中でもそのこれレビン、あぶね、あぶね、足らない。レビンの、ちょっと重たいやつですね、これ。これ、レビンのヘビー、28g。僕の好きな色です。島野さんでもよくあると言われている、はい、あーでもどうだろう、届くかな。まあグローブはしっかり指肩ガードしてるんで思いっきり振り抜けるんですが、入れていきます。まあ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 っすね、思ったほど飛ばない。これであんまり潜らせないで表層系を長尺トゥイッチしながら誘ってきますよ。僕なんかね。ゴーンってこう、ダクってはないですかね。あの団地前で見た巨大な捕食音、こっちでも起きないでしょうか。まあどこでも起こり得る現象ではあるんでしょうけど、おおすごいキラ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 してます。あそこはねちょうどこうなんか三宅川の流れとともにちょっと広がったり狭まったりってちょっと複雑になってるじゃないですか、あの三宅川周辺が。で航路もちょっと斜めに変わりますし、だからあれなんでしょうね、いろいろとそのベイトが溜まりやすかったり流されてきやすいっていうエリアなのかもしれないですね。でそこに大型のシーバスがついていて、大きい、あ飛んだ、すげえ飛んだ、大きいベイトが流れてくるのを待ってるのかっていうイメージですけどね。そんな深いところに身を潜めないで、でもなんかそうやってイメージしながらやってた方が楽しいですよね。僕も今そういう現象がここでも起きてるんじゃないかと思って、あんまり潜りすぎないように身辺でやってると。ただ飛距離が欲しいのでヘビーで行ってるけど、ヘビーな割にはこの人あんま潜んないんですよね。
当たったぜ、絶対に。いやー、表層付近ちょっと下なので岩ってことは 100% ないんですよね。だけど食ったとしても相当小さいですな、絶対。ゴミに触れたのでもないですしね。ちょっとやってることは間違ってないのか。ちょっと待ってくださいよ、もうちょっと岸寄りを狙ってみます。今日は下流側で僕より一人、水上バスより手前のところに一名いらっしゃいましたけど、僕が来て歩いてる時にはもうやめようとしてましたので、もういらっしゃらないですね。団地前に一名いらっしゃいますが、シーバスマンか黒台さんかはちょっとわからない状態ですね。浦安側も今日はちょっと少なく見えますね。あんまり人が見えない気がする。今のバイトであってほしいな。よいしょ。鉄板で底を探るっていう業務もまだやってないので、ちょっとですね、鉄板で底をやるっていうのもこの後どう、あれと含めて、VJ16 も含めてちゃんと底を取ってやっていきたいところではあります。なので 20g の鉄板をこの後投入予定なんですけど、最近そのベイトとしてボラもちらちら見るようになってきたから、さっきのウじゃないですけど身の毛もちゃんと入れていった方がいいのかなって気がしますね。こういう、不規則な動きもいいですけど、日中はやっぱ見切られやすいんで、もうちょっとちゃんとした動きっていうか、フラッシングが不足正しいというか、もう一回だけ入れます。あ、やっぱ飛びますね。ちょっと早巻きで普通にスイッチ入れないでルアーの性能に任せます。イメージ水面か、40センチ、50センチを通しているイメージ。鳥がめっちゃ遊んで、食った水面で食ってますね。潜んないで捕まえてるから、すげえいるのかもしれないですね、ボラが。稲子が、そう考えると間違ってないのかなって気もしますけどね。この子でもう一回ちょっとクロスで投げてダウンで巻き上げてください。痛くねー、手が全然痛くない。幸せです皆さん。転んでも痛くないしね、これだったら少しは。しばらく使ってなかったんですけど、この間見つけ出してフックをね変えたんですよ、新しく。あー、そこでももうってなってる。鉄板入れるって言ってたのにすぐ入るっていうね、あるあるですよね。ここでねちょっと怪しい行動がありましたよ、今。手前をサルダスもちょっと一回入れたいな。やりたいことがいっぱいある。しかし時間がない。本当ハッチザバイトみたいなのがいっぱい起きてるんですよ。それはもう昨日コメントでもいただいたんですけど、しかとした方がいいのかなっていう風な
感じなので、とりあえず勝負です。シャルダス置きます。シャルダスなくしたんですよ、あの釣ったやつ。昨日の動画のね、あの後にちょっとやった時になくしたんですよ。どこになくしたか言います。 H の、一番下流側の奥側の方の岩にロックしました。どうやっても止めなかった。なのでタックルベリーで、やべやべやべ、タックルベリーで、スパークシルバーでしたっけ、スパークシルバーの結構ボロボロのシャルダスを見つけたら、火災のタックルベリーで多分それ僕のです。お願いします。今度からルアーに名前書いておかないから、背中に七尾って書いておけば、ルアーなくしても返してくれる誰か拾ってくれたら。電話番号とか書いてたらいいんじゃないですかね。まあ背中に書いてある柄なんてシーバス釣りにはほぼ関係ないと思っていいと思うんで、超簡単です。背中の柄っていうのは釣り人を釣るカラーですから、背中にラメが入ってようかなんだろうがほとんど関係ないと思ってます。僕はした横ぐらいから食ってくるでしょうからね、シーバスは。後ろとか さあ、シャルオさんでも反応ないですね。ラストラストシャルです。ついならへん。8時45分から始めたんでしたっけ。さあ船チャンス、1回2回ちょっとメタル入れますね。鉄板、鉄板のいい色あったかな。まだ、あ、いたいたいた、いいのいた。これこれ、このブルーブルーにちょっとブラックがかった背中の、背中のとか言ってさっき背中の色関係ないとか言ってたのに、これは背中って言ってもまあ側面ですからね。これブルーネイビーみたいなシルバーベースです。この色、まあかっこいいって感じですね、見た目が。そもそも行きます。ちょっとほら、すごいね、ちっちゃいのがヤマメかってぐらいなんか食ってます。なんか虫を食ってるんだか、多分あれはマイクロ。お、あ、違うか、ただキラキラしてる。ベイトが弱ってんのがフラフラしてんのかと思ったら着待ち。もうすぐそこで2メーターぐらいのところで着地してますよ、これ完全に。あんまり上げないでいきますか。そこから跳ね上げすぎないようにしてゆっくりニョワンニョワンと誘ってきます。
本当だ。え、なんだこれ。あ、カキ殻だ。うわ、普通にそのエリアでもカキ殻あるんですね。怖っ。怖すぎる。もう一回鉄板ゴロゴロ作戦。この人は黒台さんか。これでフィニッシュですね。フィニッシュでなんとか釣りたい。ちょっと今日ね、事務的用事があるので早めにあげないと、あげないといけないですよ。せえ、この手袋。もうフィラスズキで使ってる手袋なんで、めっちゃ臭い。塩の匂いと、腐った匂いと、青春の匂いと、いろいろ混ざってますね。だから、普通に巻いてくるって言ったんだ。ついつい動かしたくなっちゃう、このバサーの気持ち。バサー魂も入ってますから。僕の中では、おっしゃ、そこ。ワールドクラス。いや、怖えな、これ。結構こんな沖でも寝掛かりポイントがあるってやばいっすよ。普通こう流れが速いとこって流されちゃってフラットなんですけどね。これは取れないっすね絶対に。あ、そっか、一応はじきやってなかった。おはじきやってなかったっす。からのテンション高さ上げ。はい、無理。ハンドパワー、はい、切れた。はい、切れたよ。やっちまった。こんなにいい雰囲気なのに。くそー。あ、リーダーは残ってますね、一応。はい、ということで、やられてしまいました。鉄板お気に入りのカラー、ちょっとね、もったいないです。しょうがない。釣りにはつきものです。はい。舐めるように穴子です。雰囲気はすごいいいんですが、ちょっとね、今日さっきも言いましたけど、事務的用事があるので、この後、ちょっともうやれないぐらいか、やるけどかぐらいです。なるべく、ちょっとね、近々長めでやれる時間帯で取れそうなので、それでなんとか1本取れるように頑張りますので、よろしくお願いします。では今日は以上になります。雨が降ってるので皆さん雨具はしっかりしていきましょう。では失礼します。バイト行きます。バイトの前にやることあります。失礼します。